皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段と牛栄子四段の選考杯女流最強戦の決勝戦のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。中村二段の黒番です。まあ、中村二段はね、いつもの2連生でした。やっぱりで牛四段も2連生ですね。でかかって三入りました。でまあ三定石ですね。はい、三定石です。こっちから切りまして、まあ三 AI 定石ですね。はい、でまあここまで定石ですね。でまあこう締まりまして、ここでですね、まあ動きましたね。まあ動いた手はそうですね、まあ乱戦にしようということなんですけれども、まあここでですね、まあ穏やかに行くのであれば、まあこっちからなんですけれども、まあ3子取られるんですけれども、穏やかに行くのであれば、まあ中村二段はそういう棋風じゃないので、まあ中村二段はそういう棋風じゃないので、こっちから行きまして、まあ戦いですね、戦いになりました。で、一間飛んで、駆けついで、覗いて、急所に打って、ついで、ついで、で、こすんで、跳ねて、下がって、抜きましたね。まあ、ここまでは、まあ、必然の手順だったと思います。まあ、現在の形勢はですね、まあ、互角です。で、まあ、ここでこれ切りましたね。ただ、切った手がね、あんまりこの形が良くないんですよね、これね。はい。まあ、一応切りまして、で、ここは伸びました。で、一間飛んで、そこで、まあ、曲がりましたね。この、跳ねる手がありますので、曲がりました。で、まあ、ちょっと覗いたんですけれども、まあ、ちょっと、この覗いた手はね、どうだったかなっていう気はしますね。まあ、ここではですね、実はですね、この石がちょっと形が悪いので、まあ、ここではですね、まあ、こういうふうに制しておくのが、まあ、良かったみたいですね。はい。ちょっと形が悪いので、これの。で、まあ、ここで、ね、飛びまして、で、一間飛んで、まあ、つけまして、跳ねて、引いて、で、まあ、ここでね、継ぎましたね。はい。まあ、伸びる手もありましたけど、継ぎました。ちょっとぬるい手なんですけれども、まあ、でも、それでもまだ互角ですので、で、まあ、つけて、伸びて、伸び、竹踏にして、で、桂馬で受けました。まあ、桂馬で受けた手は、ちょっとどうだったかなっていう気はするんですけれどもね。というのは、これちょっと、跳ねる手がありますので、ですから、まあ、ここではね、まあ、こういうふうに、こういうふうに打つのもありました。はい。あとね、まあ、人工知能はですね、そうですね、ここ伸びろっていう手もありましたね。で、ここ伸びて、まあ、こういうふうに言ったらですね、まあ、まあ、当たりってこう言ってね、こういうふうにして、まあ、絞る、まあ、絞る手がね、こうありました。こうね、絞って、まあ、これはもうほぼ、取り込んだというのがありました。ですから、まあそうだったんですけれども、まあここでね、桂馬に打ちました。で、ここに一間飛んだんですけれども、で、ここで出ましたね。はい、ここで出ました。で、まあ、跳ねるのは、まあ先ほども言ったように、ちょっと絞られてしまうので、白もね、伸びましたね。で、伸びて、で、跳ねて、で、切りました。で、まあ、空き三角で曲がって、当たり打って、乗って、伸びて、伸びて、で、まあ、張って、で、ここで曲がって、押さえて、当たり打って、ついで、で、ここでね、まあ、行きましたね。で、まあ、現在の形勢なんですけれども、まあ、黒がちょっと 61% で1目半ぐらい有利ですね。ちょっと打ちやすくなりましたね。まあ、この張った手が、まあ、良かったみたいです。で、まあ、桂馬に打ちました。まあ、ここがね、まあ、いい手ですね、この手がね。はい。盤上この一手っていう感じですね。はい。で、まあ結局これ下駄で取りまして一勝で。で、一間飛んで、まあつけて、まあ、ぶつかって、で、ここで押さえましたね。ちなみにこの押さえる手では、まあこういうふうに行く手もありますね。はい。利き筋をなくすっていう手ですね。はい。で、こっちでちょっと利きが発生しますので、ここがあるとね。しかし、まあ、普通に、まあ、こう受けました。まあ、ここだとね、こういうところのね、まあ、利き筋がありますので、まあ、本当はこっちの方が良かったみたいなんですけれども。で、まあ、伸びまして、
で、ここでね、ちょっと勝負手みたいな手を打ってきましたね。ここでね。コスみまして、切りましたね、結局ね。で、まあ、ここでですね、まあ、曲がったんですけれども、ここではですね、そうですね、素直にですよ。こういうふうに言った方が良かったと思います。まあ、これで十分だったんですけれども。で、まあ、いずれにしてもこれは、繋がることはないですから、白が。どっちか必ず切れますので、まあ、そうだったんですけどね、まあ、こう曲がって、で、跳ねて、伸びて、押して、で、ここで、まあ、コスみましたね。で、ここで一件飛びました。まあ、こう切られますので。それでですね、まあ、ここ一件飛びまして、で、出て、押さえて、まあ、切りましたね、これでね。はい。で、伸びて、継いで、で、ここ、まあ、伸びまして、で、まあ、ここでね、ここにつけたんですけれども、ここではですね、つけるよりも、ちょっとコウがありますので、ここをコウを防ぐために、一回当たりを打つのが良かったですね。で、当たり打ったらこれ、潰しかないですから、そこでね、こうしておけば、まあ、これをこう、こうにしても、こういうふうにいってね、こう、受けられますので、で結局、こう取られてるんですよね、これ。もし、こういうふうに打つのであればね。ですから、まあ、ここではもう、白はこう行くしかないですね。こう。で、まあ、こう行って。まあ、こう、継ぐしかないですね、こうやって。で、まあ、こういうふうに言っておけば、まあ、これはもう、ちょっと良かったんですけれども、黒がね、まあ、単につけました。で、まあ、こうにしまして、で、こう、こうにしまして、で、ここでね、なんか知らんけど、このこうで切らなかったんですよね。これがね、ちょっとね、不可解でしたね。で結局、黒はね、ここついて、結局ね、先手がね、黒に回っちゃってしまったんですよね、これ。だからさっきとね、同じような結果になりましたね、さっきの。この、当たり打って、こう、打った手とね。同じような結果になりました。で、まあ、現在の形勢はですね、黒が 80% で、8目有利ですね。で、まあ、ここ引きまして、で、まあ、切ったんですけれども、まあ、出て、押して、で、ここでね、ここに打ったんですけれども、この手がね、まあ、ちょっと問題で、これ、この石は、まあ、実質4本なんですけれども、これ、下に1個当てられてますので、これ、実質3目の頭なんですよね。ですから、この3目の頭を叩かれるのはまずいんですよ。ですから、ここはですね、やっぱり伸びないといけなかったですね。はい。伸びるのが本手だったんです。しかし、まあ、ここに行きましたけども、まあ、ここね、まあ、当たりが絶対の先手ですからね、ここ、跳ねられたのは痛かったですね。で、まあ、現在の形勢はですね、62% になりました。2目半の有利です。黒がね。はい。もうそこまで減ってしまいました。で、まあ、抜きまして、で、空き三角で受けました。まあ、空き三角、まあ、空き三角しかなかったのかな。はい。伸びる手とかもあったんですけれども、で伸びまして、一間飛んで、で、曲がりました。で、ここでですね、まあ、黒、白はね、普通にこういうふうに言っていれば、ちょっと黒もなんか嫌だったんですけれども、ここでですね、なぜかこう、つけたんですよね。この手がちょっと問題でして、ここでですね、まあ、ここ跳ねるの一手なんですけれども、まあ、ぶつかりましてですね、この手はちょっとおかしかったんですよね。で、おそらくですね、ニュー四段の読みはですね、まあ、こう抑えてくれるだろうと。多分そういうふうに思ったのかもしれませんね。ですから、この手を打ったと思うんですけれども、で、抑えてくれたらこういうふうにこう打ってね、まあ、こう打って、まあ、当たり打って、まあ、抜いて、まあ、こういうふうに当たり打ったら、どうですかね。まあ、こうにするのもありましたけれども、ここでまあ、こういうふうに打ってね、まあ、こういったらこういって。で、まあ、抜いたらね、こう、こんな感じでいって、まあ、こういうふうに生きてしまおうと。多分、そういう考えだったんじゃなかったかなと思います。まあ、あるいはですね、ここでですね、まあ、こういうふうに、行った場合は、まあ、こういうふうに行って、まあ、こう行かないといけないんですけど、こう行って、まあ、受けて、まあ、当たり打って、まあ、こんな感じで打ってね。で、まあ、こんな感じで打って、まあ、ここ、まあ、生きてしまうと。
まあ、多分こういう考えだったんじゃないかなと思います。しかしですね、ここでですね、こっち切る手があったんですよね。でこの手を多分うっかりしてたと思いますね。でここでしょうがなく、まあ、ここを空き三角で行ったんですけれども、この手もちょっとまずかったですね。で結局ここ連絡されてしまいまして、現在の形勢はですね、黒が 94% で19目有利ですね。非常にまずかったですね。このツケと、そしてこの空き三角がめちゃくちゃまずかったです。はい。これでね、この位置もちょっと実は不安だったんですけれども、全く不安がなくなってしまいました。結局ここでね、まあ白ここ出るんですけれども、でまあここでですね、まあ中村二段はここ、まあ貫通しましたけど、実はですね、ここではですね、これ1目抜いた方が簡明でしたね。そしたらもうここ完全地ですから、はい。これはめちゃくちゃでかい地ができてしまいましたから、何もしないのに。でもこれ継ぐ、で先手じゃないですか、これが。継がないといけないじゃないですか。じゃあこういうふうに飛べば、この石弱いですから、弱い石と弱い石ですから、この石が死ぬことはないですから。こういうふうに打ってれば、もっと簡明だったんですけれども、まあしかしここで、まあしかしこっちを打ちましたね。まあこっちの手もあります。で、まあこう、ぶつかりまして、まあシチョウでこれ取れるんですけれども、結局ね。これ継がないといけないですから。こうやって、ね、一応シチョウでは取れましたね、これはね。はい。問題はこの石ですね。で、現在の形勢はですね、黒 90% ですね。90% で、まあ10目有利です。で、まあここでですね、まあ一軒飛びまして、さあ中村ではここで付けた手は非常にいい手ですね。そして跳ねた時に、ここにまあ、ついで、ついた時に、これ二段場にした手がね、実はこの人工知能の推奨してまいりました。非常にいい手でした。で、まあ、これでコウになったんですけれどもね。まあ、コウにしてこれでよしっていうことだったんですけれども、なかなかこのコウがですね、白は負担が大きいんですよね。これ黒、白に、これコウを負けてしまうと、これ白が死んでしまいますので、全体が。そういうのがありまして、白が負担の多いコウなんですよね、これ。で、まあ、コウにするしかないんですけれども、で、こう打ちまして、で抜いて、まあ、これコウ立てですね。で、抜いて、これはコウ立てですね。で、ここで、こっちに打ったんですけれども、まあ、ここはですね、コウではなくて、普通にね、抜いた方が良かったですね。抜いてたらコウ立てがないですから、なぜ抜かなかったんだろうと、いう気はしますね。ここは絶対に抜くべきだったと思うんですけれども、何か考えがあったとは思うんですけれども、なんか悪手コウ立てを打たそうとか、なんかそういう考えがあったのかよくわからないですね。ということは、まあ、このコウは負けるっていうことなんですけれども、まあ、そういう考えだったのかよくわからないですね。まあ、こういうふうに打ちましたね。で抜きまして、まあ、これもコウ立てですね。で、継ぎまして、抜いて、で、これもコウ立てですね。で、まあ、これ受けまして、で抜いて、で、ここでこう進みつける手が、これ、コウ立てですね。今度割り込まれますので。で、継いで、で、伸びて、まあ、これは伸びました。はい。切られて、こう行かれると、これが死んでしまいますので。当たり打たれてね。で、こう行って、で、まあ、抜きまして、で、まあ、これがまたコウ立てですね。で、まあ、下がりまして、で、抜いて、で、これがまたコウ立てですね。で、ついで、で、抜いて。で、まあ、コウ立てですね。これはね、当たりですから。で、抜いて。で、抜いて。で、これ跳ねて。で、跳ねたんですけれども。さあ、ここではですね、今、ここの勝率なんですけれども、今は黒が 99% で37目有利なんですよ。これ何かって言ったらですね、この跳ねた手がミスなんですよ。ここでは跳ねられないんですよ、実は。これ空き三角で行かないといけなかったんですよ。つまり、これ跳ねたもんですから、これで切っていたら、これが落ちてたんですよ。これでもう終わってたんですよ、5は。実は。これ切ってもダメなんですね、これ出てしまえば。まあ、こうい、そしてこう言っても、まあ、一回放り込まれて、こう打って、まあ、当たり打って、こう言ってね。で、まあ、一軒飛べば、この石が取れないんですよね。この二目が。これいつまで経ってもこう言って、こう言って、これもう、
ダメなんですよ。で、まあこういったらね、まあ、こういうふうにいけばね、これ今度また取られますので、まあこういうふうにいかないといけないんですけれども、まあまたこれが先手で、でまあ抜いて、でもこう押さえてね、こういった時に、まあこれこうですよね。これこう立てないじゃないですか、どこにも。これに匹敵するこうは。一個もないですから、はい。これで5は割ってました、実は。だったんですけれども、しかしまあここで継いでしまったのが、これがちょっと問題でしたね。そして結局こういうふうにね、かけ継ぎで受けられましてですね。で、まあ抜くんですけれども、ここでですね、白がね、下がったんですよね。まあこれどういう意味かって言ったら、多分この石が来たから、この石がちょっと危ないだろうということで下がったんですけれども、でまあぶつかったんですけれども、まあぶつかった手は別にそんな悪くはないですね。こっち生きる手ですから。しかしここではですね、もうこうやってますので、ここは抜いてしまった方が良かったと思いますね。もちろん抜いてしまったらこう行かれると、この石はちょっと死ぬんですけれども、しかしまあこの手がこれ、こう打ちまして、でまあこういって、まあこう抜いた時に、まあこれ、こういうふうにいかないと、この1目というのは今1眼しかないですから、半眼しかないですからね、こういかないといけないんですけれども、まあこれ一応先手なんですけれども、この死活に対してね。で、まあこういうふうにいかないといけないんですけれども、で、またこう逃げる手があります。取らないといけないんですけれども、まあここでね、こう跳ねたら、まあ、これ押さえるしかないんですけれども、まあここでこう継げばですね、まあこれこうなんですよね。この全体がこうなんですよ。ですから、この全体のこうを通じて何をすればいいかって言ったら、まあ取るのもいいんですけれども、まあそこでね、まあこういうこうを一回使いまして、でまあ抜いて、まあこれぐらいしかないですね、白ね。で、これ抜きまして、でまあ抜いて、そこでですね、まあとりあえずこれだけ打っておいてですね、ここのこう立てを使うんですよね。それでこっちの生きるこう立てを使うんですよ。死んでますので。で、おそらくここではね、まあ、継ぐのが、継ぐぐらいしかないと思います。で、まあ、こういった跳ねておいて、まあ、これ先手ですから、こういって、それで、まあ、こう、桂馬ぐらい行っておけば、これ行きますので、こうやっていれば、こっちも生きたし、こっちも生きて、これはね、完全に勝ってましたね。これで。ですから、そこでね、結局ですね、まあ、ここでこっち戻った手がね、一貫性がなかったですね。このこうに、このこうをやってるのに、もちろん、この、打った手が悪い手じゃないですよ。悪い手じゃないんですけれども、まあ、ここまでこうやってますので、はい。だったんですけれども、ね、まあ、ここを打ちまして。で、まあ、こっち打ちまして、まあ、これがね、ちょっと問題だったんです。これでね。まあ、この石取ったっていうことですね。白は、これで。で、これはですね、まあ、この石もしか、もし、この石がですね、何もなく取られていたら、これは今は細かいです。もちろん今の形勢は、まあ、黒が 96% で15目有利なんですけれども、15目有利なんですけれどもね。これがそのまま無条件で取られていたとしたら、これは案外細かいんですよ。これ実はですね、ここでですね、黒はここに来た時に、ここに行く手があったんですよね。で、これ行ったら、白はこう行くしかないじゃないですか。まあ、あるいはこう、継ぐとかね。継ぐしかないじゃないですか。すると、こう、切られるんですよね。こうやって。じゃあ、白、こっち生きないといけないですから、こうやってね。で、まあ、これ、抜くんですよね。じゃあ、もうこれ、生かしちゃいけないので、こう行かないといけないですよね。でまあ、こう行って、こう行って。で、そこで、まあ、こう、切りますよ、って言って、こう打って。で、こう打って、まあ、こう打ったら、これどういうことかって言ったらですね、攻め取りになってるんですよ。この石がね。この石で攻め取りにしないといけなかった、いけなくなってるんです。ですから、この攻め取りがあるので、今ね、まあ、15目くらい有利なんですけれども、攻め取りがないと、これは細かいんですよね、実は。で、この手をね、中村二段は見てなかったですね、明らかに。そして、ま、ここ滑りまして、で、覗いて、継いで、受けまして、で、一見飛んで、
でつけて、でここでねかかってるんですけれども、でここはまあもちろんかかる手はちょっとおかしかったですね。やっぱりこの壁をですね、やっぱり十分に生かすのであれば、ここはこういうふうに打つべきですよね。でこれ取られたら負けますので、白は絶対動いてくるはずなんですよ。そうなったらもう自然と有利になってたんですけど、この辺ではねちょっと中村二段ね浮き足立ってたかもしれませんね。しかしもここでかかりまして、で結局あの敵の急所は我が急所で、白にここ行かれましたね。これ守ってでつけて、でもういつでもここ行くチャンスはあるんですけれども、やっぱり見てないんですよね。でこれ守りまして、これでコスミつけて伸びて伸びて、もちろん相変わらずね、あの10目ぐらいいいんですよ、黒が勝率も 90% で。しかしここを見てないですから中村二段は。でまあ三々入りました。で空き三角で行って、まあ最強で行ったんですけれども悪いので、でここでまあ桂馬に打ちました。でここでですね、まあつけて押さえた時にこうぶつかった手があんまりいいじゃないですね。ここでは引いた方が良かったです。引いたらこれ受けるしかないですから、ここするとどうですか、これ先手になってますよね、黒が。で先手でまあこういうとこ打つとか、こまあこういうとこね打つとかすればですね、まだあの有利は保ってたんですけれども、まあまあ、本来はここが一番いいですよ。でもここ見えてないですから、はい、だったんですけれども、ここでね、まあ、ここはぶつかってこういって下がって、ね、結局後手になってしまったんですね、ここでね、はい、でここ行かれて、ここなんかで地ができそうなんですよね、不思議にも。いやもうこの辺の打ち方は本当まずかったですね、ここから。でここに何もかながもうできそうになってるんですよね、もう取られそうだった石が。でここでもうこれ決定的なミスですね、これがね。ですからさっき言ったようにもうこれでですね、結局これとこれに変わりまして、これ切りがなくなってしまったんですよ。これがこれで本当に細かくなりました。もうこの手がなくなりましたので、今はもちろん黒が 80% でまあ2目半ぐらい有利なんですけれどもね。はい。普通、あの、正確に打てばですよ。でも今ちょっと多分浮き足立ってるので、正確には打てなかった気がしますね。で、まあ押して、まあ押した手もこれそんな大きくなかったですね、これ。今は。今大きいのはやはりこの中央が大きいですから、まあこういうふうに付け越すとか、まあ、こういう手を打たないといけなかったですね。こういう手を打ってここを減らさないといけなかったです。しかしまあここでこう打ちまして、でここ割り継ぎまして、さあここでまた継ぐんですよね、ここを。まあこの継いだ手もちょっとおかしかったですね。これでですね、そう1目半ぐらいになりましたね。今は勝率、まあ勝率はですね、黒が 72% で1目半ですね、1目半有利ですね。そういう感じになりました。でまあ、ここ押さえて、でここにつけた手がまあ敗着でしたね。ここではですね、まあ、難しいんですけれども、寄せが、まあ、先ほども言ったように、まあこうつけ越すとかね、これ遮れないので、こうやってこうつけられてこれダメですから、これは、はい、ここにこれはちょっと無理なんですね。こう、まあ、伸びるのはこういってね、まあ、跳ねたらこういって、でまあこう跳ねて、まあ、こういうふうに行って、まあ、こういけばですね、まあ、そうですね、まあ、こういうふうに行きます。これはちょっとダメですね。こう行くのは、まあ、こう当たり打って、こう行って、こう行って、当たり打って、これは終わってしまいますのでね。はい。ですから、おそらくここではこう継ぐぐらいなんですけれども、こうやってね。まあ、こう行って、こう行って、まあ、当たり打って、継いで、まあ、こういけば、これは楽勝じゃないですか、これで。これで 99% で、あの、9目有利ですから、まあ、こういったらもう大楽勝でしたね。はい。多分こういうのもね、多分見えてなかったと思います。
で、まあ、ここに行きまして、これでね、こう継がれて、さらにこのコスミツケも悪い手でした。で、まあ、ここ、まあ、連絡しまして、まあ、当たり打って、まあ、手抜いてね、まあ、当たり打って、継いで、で、跳ねられて、押さえて、で、これ、跳ねて、押さえたときに、これが先手になってますよね。死んでしまいますので。はい。それで、まあ、受けて、まあ、挟みつけられて、まあ、すごい寄せられましたね、ここでね。で、継いで、渡って、継いで。で、まあ、これ先手で抜いて、で、ここを、かけ継ぎを打ったんですけれども、まあ、ここでですね、実はですね、まあ、この4子は取られるんですよね。まあ、取られるんですけれども、実はもうこれ取られても、あ、この5子取られても、今は白がいいですね。はい。今は白が、取られても、まあ、78% で、1目半有利ですね。取られてもね。で、まあ、ここで1件飛んだんですけれども、出て、こう打って、切って、今これ先手でこう打ちまして、一応まあ切ってね。まあこれ取ったんですけれどもね。実はこれ取っても今はもうし、白がいいんですよね。今はどうやっても一目半ですね。一目半いいです。白が。で、あとはそうですね、これといった紛れる寄せはなかったんですよね。で、結局ですね、まあこの後ね、最後まで打たれまして、まあちょっとミスもありまして、黒にね、また、予選のね、結局ニュー四段がですね二目半勝ちしましたね。はい、まあ、今回の碁見てね、やっぱりまあ前々から中村二段は有利になると緩む優勢はあったんですよね。10目ぐらい有利になるとね緩むんですよね。 でもですね、まあそれでも大体勝ってたんですけれども、なんかギリギリ残ってたりしてたんですけれども、今回はダメでしたね。はい、この後契機にね、まあそういう緩み癖を、まあちょっと直すばどうかなという気がしました。はい、以上です。